はい、どうもこんばんは、源です。今日も動画撮っていきたいと、思います。今日はですね、ここに映ってる、これですね、何かというと、これがドクダミのお茶なんですね。でよく見てみると分かると思うんですけど、まあ、上、真ん中、下と3段あって、今ね、上2段はね、ドクダミ茶作ったんですけど、もう飲んじゃったんですね。で一番下にある1段がまだ残っていると。でドクダミ自体は、まあ、結構いろんなところで僕も気にするようになってから見てみるとね、結構いろんなところに生えてるんですね。今の時期だとまあまあこう伸びてて、白い花を咲かせているやつですね。調べてみると、まあ、雑草でもあり、なんか薬草でもありっていうふうに言われているそうなんですが、まあ、毒を、清めるかなという意味からドクダミと呼ばれるようになったという説があるそうですね。で、まあ、僕もですね、まあ毎年毎年雑草としては、認識してたんですけれども、まあ、お茶にできるというのはあんまりね、知ってはいたんですけど、やってなかったんですね。で今年はちょっと時間があったというか、そういうふうにね、余裕があったので、まあ、ドクダミね、抜いて、まあ、1週間ぐらいかな、これ見てみると分かると思うんですけど、天日干しにしてお茶にして飲んでるって感じですね。で味自体はね、そんなに別に僕は嫌いじゃないですね。いわゆる薬草茶みたいな、漢方茶みたいな飲みづらさっていうのはそんなになくて、まあ、もちろんどれぐらい煮出すかとか、どれぐらいの毒ダミを使うかによっても濃さがだいぶ変わってくると思うんですけど、比較的、まあ、飲みやすいお茶かなとは思います。あと面白いなと思ったのは、毒ダミのお茶を煮出して、まあ、湯飲みとかね、ずっと入れておいても食器のコップの内側が黒ずんだりしないんですよ。でかといって他のね、市販の例えばウーロン茶のパックとか緑茶のパックとかって入れっぱなしにしておくと、なんかこう色素沈着みたいな感じで色がついちゃうんですけど、ドクダミに関してはね、それがないんですよね。でいろいろね、効果があって、いろいろ調べてみるとね、結構いろいろ効果あるんですよ。でまあ利尿作用とか、まあ、これから今関東なんかは梅雨真っ只中なので、これからねジメジメしてくると、体に余分な水分が溜まりやすくなりますし、まあ、汗もねかきづらくなったりとか、汗をかいてもね湿度が高いと蒸発しづらくなるんですよね。だから熱がこもりやすい、で水分が溜まりやすいっていうのがあるんですけど、まあ、利尿作用として出してあげるっていう作用、それから動脈硬化の予防、まあ、解熱解毒なんかの効果があるっていうふうに言われているらしいですね。いいじゃないですか。解熱、まあ、これは熱を下げるですね。解熱剤なんか風邪ひいた時飲みますよね。そういうのもそうだし、解毒、まあ、毒を出してくれると。で特にこれからの季節、暖かくなってくると、まあ、代謝自体はね落ちてくるんですよ。代謝が上がるっていうのは寒い時期なので、なんでかっていうと、まあ、外気温が変わっても僕らの体温って一定に保たれてるんですけど、体温を保つために、まあ、寒い冬とかね、体温を保つために代謝を高めて体温を作ってるんですけど、これからの季節はどっちかというと外気温が太陽に近くなってくるので代謝が下がってくるんですね。まあ、なのでこうデトックスの時期としてはいい時期かなというふうに思います。他にもなんか美容効果とかデトックスとかいろいろあるみたいですね。でなんか栄養素もねすごいなんかいっぱい含まれてますね。なんかまあいろいろあるね。なんか利尿作用、便を緩く作用がある、あとはなんだ、殺菌作用がある、あとは抗酸化作用ですね。まあいわゆるアンチエイジングですね、作用を持ってるらしいですね。でこれを、取ってると、まあ、心疾患とか喘息の発生率が低いとか、アンチエイジングに有効じゃなくて生活習慣予防効果もあるというじゃないですか。まあ、まとめると、まあ、血液系血管系に関する予防と、まあ、肩こり冷え症の改善、まあ、利尿作用があるのでダイエットとかむくみの改善にもつながると、あとは、アレルギー症状、アトピーの緩和、まあ、便秘の解消ですね。まあ、いっぱいありますね。調べるとたくさん出てくるんで、まあ、調べてください。で基本的に、まあ、いろんなところに生えてはいるんですけど、まあ、道端に生えてるのはねちょっと衛生的にどうかなっていうのもありますし、まあ、いわゆるこう私有地じゃないところに生えてるものを勝手に取る、まあ、公園に生えてる草を取るのと同じだと思うんですけど、っていう行為がどこまで許されるかっていう問題もあるので、まあ、庭とかね、持ってる方で生えてる人なんかはそれを取って、まあ、軽くね土を落としたりして洗って
天日干ししとくとね、まあ僕の場合は1週間ぐらいかかったんですけど、まあ天気が良ければ多分2、3日でもできるんじゃないかな。それでまあ煎じて飲むという感じですかね。まあ多分売ってもいると思うので、全然飲んでもらってもいいんじゃないかな。買って飲んでもいいと思います。ただ、まあ、過ぎたりはない及ばざるが如しでしたっけ。まあ、飲みすぎると、まあ、それもそれでね、影響が出てくるので、まあ、飲みすぎないようにというのもありますね。まあ、化粧水にもできるんだ。すごいな。ただ、まあ、副作用なんかもね、あったりするので、まあ、そこら辺ね、気をつけながら、やって飲んでもらうといいんじゃないかなと、思います。結構でも1キロ4000円で高いのかな、ちょっと分かんないですけど、高いのか安いのか分かんないですけど、まあ、ドクダミ自体はね、まあ、そこら中に結構入ったりするので、まあ衛生面気にしない方なんかは引っこ抜いて、作っちゃってもいいのかなと、思いますが、まあ雑草というかね、薬草として使われているものなので、ドクダミ茶ね、飲んでみると、この時期はおすすめですよ。いいかなと思います。ちょっとね、ここに映ってるので見づらいんですけれども、これ、3段になってるやつ。一番下のこの段だけね、残ってるので、またね、明日以降、煎じて飲もうかなと思います。では、お疲れ様です。